白旗幸福の白旗のイメージ無地の白旗白旗は、抗議では無地で白色の旗を指す。近代以前の社会においては、日本の物資集団にこれを軍旗とする例が見られ、近代以降でもフランス海軍における軍艦旗としての使用例がある。また18世紀末のフランス革命期に始まる王党派や、あるいは共産主義の赤色に対する反共主義の旗も白旗であった。 しかし、近代以降に成立した国際社会にほぼ共通する認識では、戦時国際法に基づき、戦争において、交戦対象に当たらないことを相手に知らせるための表明手段としての旗の一つであり、停戦交渉や降伏の際に用いられるものである。しばしば誤解されがちだが、あくまで非交戦状態であることを表明するものであり、降伏の宣言というわけではない。 逆に敵に対して幸福を促す使者も白旗を用いて相手方に出向く。赤旗と組にして使用すると手旗信号になる。右から一番目が徳川栄康の三番目が徳川秀忠の白旗の上り。実際には複数が掲げられていた。源氏の白旗古代日本の最末期において武家社会に並び立つ源氏と平家が戦った源平合戦では 白旗は、源氏の旗印であった。対する平家は赤旗を用いており、これをもって、日本で、紅白は対抗する図式の象徴色の一つとなった。ここから発展して、今日では、小学生児童の体育技の紅白にグループに分ける、ためのリバーシブルデザイン、及び、運動会での紅白に分かれた、チーム対抗競技、あるいは、テレビ番組の紅白歌合戦など、 対抗形式の催し物、その他もろもろの収俗的一面を形成するに至っている。白旗一揆南北朝時代から室町時代にかけての関東で武士団が起こした白旗一揆では旗印として白旗が掲げられた。蒼白の旗日本の戦国時代の軍旗の中にも蒼白の旗として例が見られる。これは徳川家康や後藤元治などの武将が使用したと、 されている。ただし、家康のそれは、源氏の家系を主張するものとして用いられた。精神の白旗、上泉信玄の、君ののの越衆牧に、備えともないの、旗本備えの方の記述として、備えの右先に赤旗、左先に青旗、右後に白旗、左後に国旗、中央は木旗。首相が青旗を挙げれば、先手東に新軍し、赤なれば南。 白なれば西、黒なれば北と色に従う。これを五方の旗というとあり、五色に基づき、部隊を動かすのに色旗で指示し、白旗は精神を意味した。マルティニーク島の海戦における、フランス海軍の軍艦機としての白旗ホブレ時代の、フランス海軍において、白旗は軍艦機として使用されていた。右に示した画像は、英仏間で1780年に勃発した。 マルティニック島の改善を描いた同盟の絵画を一部拡大したものであるが、この絵を見れば多くの白旗が軍艦機として掲げられているのがわかる。1789年に市民階級が起こしたフランス革命のごとき、市民革命に対し自由主義を掲げる市民に対抗して、君主制と貴族制を維持しようとするフランス国内、及びヨーロッパやアメリカ大陸の各国の応答派は、 政治的に一貫しているわけではなかったが、三色旗を象徴としていた革命派に対し、フランス王国のブルボン朝の白百合文章にちなんだ白旗を統一的象徴として王党派としての団結を遂げた。18世紀末のフランス革命の後にも、20世紀のロシア革命の際に、社会主義、共産主義の革命勢力が掲げた赤旗に対する意味で、 反共主義を標榜する白軍などが白旗を掲げた。アメリカ独立戦争中の1781年、ヨークタウンの戦いにおける、イギリス軍、コーンウォリス将軍の降伏。向かって、左手に、敗軍の白旗、右手に勝利した、アメリカ側、大陸軍の正常期が掲げられている。太平洋戦争中の1942年、シンガポールの戦いにおける、 イギリス陸軍、パーシバル中将の降伏。ユニオンジャックと共に白旗を掲げ、日本陸軍の軍師に導かれ降伏、急戦交渉に赴く。降伏目的での白旗の使用は、西暦25から205年の中国、漢字大東部地域で始まったと考えられていたが、実際にはもっと古い可能性がある。古代ローマの歴史家タキトゥスが出版した同時代史には、 西暦69年の第二次クレモナの戦いにおいて、白旗が使用されたことが記述されている。当時のローマでのより一般的な降伏方法は、自らの盾を頭の上に乗せる方法で、古代世界の東西で降伏方法が独自に見出されたと考えられる。白旗の使用が選ばれた理由は、古代世界においての調達のしやすさから選ばれたと考えられる。 旗の研究をしている気象学者たちは多くの旗がカラフルに色がつけられているのとは対照的であることも指摘している。日立国風土器の行方群の下りには幸福の糸で白旗を掲げたという記述が見られる。ゲートの里で山と岳が当地の末路わぬ民、きつときつを平定したとき、 山と竹がキツヒを即座に切り殺したのを恐れて、キ姫は白旗を掲げ、道に迎えて敗したという。キ姫はこれによって許され、使えることになった。おそらくこれが、日本の文献では最も古い、幸福の意味での白旗のデレーである。日本初期の慶光天皇十二年の熊祖の反逆に、対しての九州行行の際に、山口県豊富市付近で、現地の女人が、 ソハタを船に立てて、降伏の意を表した記述のほか、神宮皇后の白木到着の際も白木王は、東に日本という新国があり、そして天皇という西王が君臨すると聞く。神兵と戦うことはできない。と言い、ソハタを挙げ自ら降伏したことを伝えている。この表現は、古事記にはなく、日本古来の風習化は不明で、漢文的表現と考えられる。 近代以降に成立した国際社会では、戦時国際法に基づいた一つの認識をほぼ全ての文明社会人が共有している。その社会の範疇にあって、白旗は公選対象に当たらないことを相手に知らせるための表明手段としての旗の一つであり、使用者を限定しない唯一の旗である。繊意を維持しない幸福の意思があることなどを相手に知らせるための旗である。 逆に交戦相手に対し幸福を促すための軍師も用いる。また、応用として敵意を持たないことを明示するために使用される場合もある。さらには、ここから転じて白い旗を用意できない場合には代用品の使用が認められる。それは平面上で白地の面積が十分に広いものであれば相手に理解されることを期待できる。また、正規の白旗であれ、 代用品であれ、それを左右に振ることは、掲げることにまして、明確な意思表明と理解される。軍史八1899年、第1回万国平和会議で採択された、ハーグリーク戦条約第3章第32条には、白旗を掲げてきたものを軍師とする規定がある。白旗を掲示する、マーシャル白旗は、モータースポーツのレース機としても使用される。 国際自動車連盟が主催する自動車競技では、コース上に遅い車がいることを表す旗として使用される。ナスカーでは、レースがファイナルラップに入ったことを表すために、白旗が振られるケースもある。インディカーシリーズでは、この両方の意味を兼ねて使用される。その他にオフィシャルカーがコースに入ることを知らせるために使用されたり、コースオフしたレース車両がコースに復帰する際、 初期加速中のため、後続のレーススピードの乗った車が、追突事故を起こさないように、それを知らせるために使用される場合もある。象徴としての白旗積極行動主義者の中には、例えば、南極大陸がそうであるように、何者にも帰属しないものを旗の形容対象とし、その意を訴求するための象徴物として、白い旗を用いる者も,もいる。また、独自の解釈で、 無区の白旗に何かを象徴させ、芸術的主張を展開する者もいる。ありがとうございます。